新型コロナウイルスについて県と奈良市は今日、4人の死亡と新たに215人の感染が確認されたと発表しました新たに感染が確認されたのは215人で1日における新規感染者の数は減少傾向にありますまた50代から90代の男女4人の死亡が発表され亡くなった人の累計は827人になりました 重症対応病床が19%、入院病床全体では36%となっています。